ニュースポストセブンに悠仁さまのこと3年後に待ち受ける大学受験について書かれていましたね。まあ、悠仁様以外にも定型後進学制度を使ってくる生徒がいることが判明してその話で地区府では持ち切りのようです。そして3年後には大学受験ですが東大に進学できるかということで実は2021年度の入試から東京大学への推薦は最大4名まで推薦できるように変更されたようです。 これまでは男女1名ずつでしたが昨年から共学の場合は最大4名まで推薦で行けるようになったようですね。もしかするとこれも悠仁さまの定型更新学制度で利用された生徒と関係があるかもしれませんね。実際に悠仁さま以外に2名が定型更新学制度を利用されたことが報道でわかっていますがそのない1名は準備会で前を吠いていた男性が同時制服だったからこの男性で間違いないでしょう。 つまり男性で最も成績が優秀なのは学年で30位だったから普通に考えたら地区府に行ける学力がないことは明らかなのですがなぜそれでつくつに進学することをせんだのかを超えれば見えてきますね。おそらく地区府は3年間成績が公表されないから学力が低くても進学させてくれるのでしょう。つまり地区府に久人様を含め偏差値40ぐらいの生徒が3名入学したということですね。 この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。ただの三宅の方ならまだしも、これから天皇になろうかと言われている方がインチキ特権ばかりでは、全く呆れ果ててしまいます。先が思いやられます。現行の皇室天般では、なる人さんの青年は二十歳です。一般人に合わせ、十八歳を青年とするなら、天般改正が必要です。 もし、天板改正をするなら、都市の宮様の立体史を最優先にしないと国民は納得しないと思います。そのことを恐れ、紀子さんのご利用しで、いつの間にかなる人さんが18歳で青年を迎えることのないよう、中止したいと思います。友達確保のために、ご本人ばかりでなく、友達をも優遇制度を使わせるとは、どんな権力拡大なんでしょう。こんなこと、普通に許されているのおかしいです。 周りにいるだけで、受験も特別待遇受けられる状況になっています。これでは、邪な心を持った人を集めているようなものです。お誕生日会見のナレーションに切り替えた話は、当時何かで読んだところによると、とにかく、宮様のお話がグダグダになって、は目にもが収集がつかなくなって、側近に止められ、それで後から、要領よくまとめられたお話をナレーションで流すことになったみたいですよ。 メモを用意し会見に臨めば済む話なのに、ガンナにメモムを通そうとしている。不思議な方です。あら、ほんと。この諸外国から苦言のあったパンデミック中の儀式でしたし、私も目にもしなかったので知りませんでしたが、人義を袋から出して、素手で剣をですか。カルト的であっても、古来より引き継がれるものにはそれぞれの知恵や意味はあるのですよね。立王子の例より、 明確にうねりとなって三宅に流れ始めた気配、何か通じるものがありますよね。私は一般人なのでわかりませんが、昨年のマコさんの結婚問題や久人様の特権入学など、相変わらず、秋篠宮家には疑惑の目が向けられている状況です。そんな秋篠宮家にとって唯一の味方ともいえる存在が、上皇后の道子様です。しかし、そんな道子様にも、 ある疑惑が浮上しているようです。当時の元自重長が明かした内容が物議を醸しているのですが、一体何があったのでしょうか。今回はそちらについて書かれた記事を見つけましたので、紹介と詳しい解説をしていきます。まず一つ目は、愛子様の青年会見で明かされた覚悟について紹介をしていきます。ここからは引用を含みます。さて、 3月17日に青年の記者会見に臨まれた愛子さま。緊張の面持ちで始まった会見では、記者からの質問に一切メモを見ることなくお答えになっており、ネット上では愛子さまを絶賛する声が溢れている状況です。会見では、自身の結婚の他に、昨年10月に小室圭さんとの結婚が実現した眞子さんについてもお答えになる場面がありました。愛子さまは、このように述べられています。 マコさんは私の10歳年上でございますので、物心づいた時にはすでに頼りになるお姉様のような存在で、周りを見渡し自ら率先してお手伝いをされる姿が特に印象に残っております。幼い頃から、いつも変わらず明るく、優しく接していただいたことをありがたく思うとともに、いとことして、また食いお幸せをお祈りしております、このように。幼い頃から同じ敷地内で暮らし、 一緒に遊んだ思い出などを語られた愛子さま。マコさんが結婚の際に儀式を行わなかったことについての言及は避けられましたが、そもそもこの同じ敷地内で暮らし、一緒に遊んだ思い出などを語られた愛子さま。マコさんが結婚の際に儀式を行わなかったことについての言及は避けられましたが、そもそもこのしまいました。本来であれば振ってほしくない話題だったのかもしれません。にもかかわらず、 ご自身の思いをしっかりと述べられた愛子様の姿に、ネット上では愛子様の聡明さと温かさに感動して涙が出ました。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。本来はここまで秋篠宮家が国民から脳を突きつける前に天皇が動かないとダメでしょう。 チャンスはあったマコ結婚前に加用区内庁から圧力をかけ逮捕すべきだった。それをせず国民に心配かけたで終わってますよね。これってあまりにも多額の血税払ってる国民に対する言葉ですか絶対昭和天皇ならされなかったし、道子は岸宮家は廃絶だったと思います。それだけ特任天皇は真面目な教育を受けた天皇であっても今の時代にそぐわない天皇でしょう。 今の天皇にご期待しても無理というものの、歴代天皇最低の秋人と粉や主戦土土平民の美智子の子供まともな子供は生まれません。ご存知の通り秋篠宮家は犯罪者と薬物中毒者の反射の集まり。特任はこれだけ秋篠宮家問題が国民との大きな壁を作っていても、国民に心配かけたで終わる全く危機感もなく、ただただ国民に寄り添いたいという口だけの天皇。 まず、皇室改革はこの方ではできません。また、戦前の内大臣である西村長官は、道子との子に逆らえない傀儡長官。本来まともな天皇なら、宮内庁と政権に圧力をかけ、秋篠宮家の暴挙をいさめるはず。今だかつて何もしてない。日本の天皇制度と皇室は、秋人道子と秋篠宮と特任で潰されるでしょう。 しかし日本は天皇制度皇室がなくなっても全く国民は困らないでしょう。この暴露本の著者を訴えますって自重調にどんな態度で接しておられたのか。それが気になりますね。普通はそこまで思い詰めませんよ。こちらが思い込んでいた皇室とは随分違うのがわかってきましたからね。読みたいわ。本嫌いの私も読んでみたいと思いました。 なんていう本なんですかネットで調べて、ぜひ、読んでみたい。そこには、本当のことが、書いてあると感じます。入江自重長が書いた、入江日記。この題名の本かなの子様が8億円の税金をポケットに入れた方法に一同驚愕。秋篠宮邸回収費で宮内庁と外務省もぐるになって、 久人様の特権入学など何かと世間をお騒がせしている秋篠宮家ですが、どうやら住宅の改修工事についてもある不正疑惑が浮上しているようです。天皇家のお引っ越し費用に比べて、秋篠宮邸の改修工事はなんとその6倍と思われているのですが中黒中黒。今回はそちらについて書かれた記事を見つけましたので、紹介と詳しい解説をしていきたいと思います。まず一つ目は、 先日行われた愛子様の青年会見についての話題をお届けします。ここからは引用を含みます。さて、現在秋篠宮邸は改修工事に入っていますが、なんと35億円もの税金を使って改修工事が行われています。早ければ今月か4月には工事が終わると見られていましたが、テレ東ビズの取材によると、工事の全容がまだ固まっておらず、 来年度中には終わらない見通しだとのことです。国民が一番関心を寄せているのは、汗水流して納めた税金が、どのような使われ方をしているかでしょう。これまで秋篠宮邸の改修工事では、その予算がいくらなのか、それぞれのマスコミによって報道の仕方が異なっていました。今年になって、その正確な金額である、工事業者の落札価格がようやく明らかにされました。 果たして、正確な金額は、35億円なのか、36億円なのか、はたまた50億円なのか、中黒中黒中黒。秋篠宮邸改修費に関する宮内庁の工事はこのようなものでした。工事概要、1、品目分類番号41、2、工事名、秋篠宮邸改修ほか工事、3、工事場所、東京都港区元赤坂、赤坂御用地内、4、 清水建設株式会社にイコール515、70万円いかがでしょうか。要するに、総工費35億円とも36億円でもなく、テレ東ビズでは50億円とも言われた秋篠宮邸回収費は、実は25億円だったことがわかります。次のような批判的な意見がずらりと並んでいる。いやいやいや、美談にするには苦しいって。え 忘れさせないように国民感情を煽るために定期的に出してる。とさえ思うけどこの人たちの話は不愉快だからそろそろいい加減にしてほしい。おそらく会見そのものがトラウマになっていて勇気が出なかったのではないでしょうか。わて、4年前のレッド・イット・ビー会見で幸せ全開だったのにトラウマとは。すべて丁寧な言葉にして聖書しているような文章ですが、 愛してます会見で国民を区別して応援していただいた方には、といったことなどは衝撃すぎてこちらがトラウマになった。きちんとした対応をしていれば一時金を辞退する必要はない。対応してないからそれを辞退すれば多少は批判が和らぐと思ったのだろうが計算違いだったね。どれだけの税金をつぎ込めば良いのでしょうか。自分たちは、その税金で生活していることを自覚してください。 湯水のように使われたくありません。もっと必要としてる家庭に使わせてほしい。特権階級意識、やめませんか。先日、年の宮愛子内親王殿下のご成長の歩みと見守り育ててきた天皇皇后両陛下の20年を取り上げた番組がありました。何かを主張することのない淡々としたナレーションと天皇ご一家と交流をお持ちの方の率直なコメント。 そして成長される都市の宮様の映像。それだけで天皇ご一家の素晴らしさが伝わる内容でした。子さんは幼少期から自分の両親にされてきたこと、嫌なことをどれだけ心から伝えても理解してもらえなかったか、話し合われても母親の立場から見て見ぬふりをしてきたから、そもそも親子の絆がしっかりとできていない。こんな親から逃げ出したかったんだろう。 いろいろな皇室の内情を国民も今のネット社会で知ることで、まさかという驚きの父親との関係とか、一般人でも逃げ出したいくらいの家庭環境で、まして父親と母親が暗黙の了解では。残念ながら、子さんの心をズタズタにしたのは両親のせいだから。いろいろ後出しおさらい記事で、見守り続ける母親の姿、母娘の絆、なんてちゃんちゃらおかしいでしょう。 まだまだ国民を洗脳させたいようだけど、もう誰も映画のやることは、この先もいくら記事で家族のことを書いても信じないから、無理ですよ。国民の見えないところでも徳を積んでいれば、きっと素晴らしい人と神様が引き合わせてくれたと思います。税金で入った学校なのに適当に通われてたのか、時間もお金もあるのに、男あさりのために大学に行ったようです。大学院も中退。 国民に二度と帰ってくるなと罵られる様は、歴史的にも戦後初だなと思ってしまいました。皇室は無形文化財として残す必要性を感じながらも、自由に生きたい天皇が現れたら、いつか皇室廃止になるのかなと終わりを考えるようになりました。今月四月九日、秋篠宮家の長男久人様は、筑波大学附属高校の入学式に出席されました。 定型高進学制度という特殊な推薦制度を利用して地区府に進学したことから、受験前から、久人様の地区府進学に関しては様々な批判の声が上がっていました。さて、注目の久人様の進学先について、すでに複数の候補が上がっている。東京農業大学第一高校と筑波大学附属高校だ。農大一高の名前が上がったのは昨年のこと。 昨年9月28日に、秋篠宮殿下と悠仁さまがお忍びで同校の文化祭を訪れ、高校1年生の教室のあるフロアや、生物部の活動などを熱心に見学して回られたのだ。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。悠仁さま入学を愛子さまと上皇ご夫妻に報告、東大に行きますの決意。 地区府の HP を見ると、早速、本校へ来校される方へ、お願いというタイトルのお知らせが上がってて、来校者に対しての規制が厳しくなってますね。感染対策のように見せかけてますが、それならもっと前からやってなきゃね。これと似たようなものが、これから折に触れて学校関係者に通達されるんでしょうね。これまで保護者の方が訪れてたような学校行事は、どうなってしまうんでしょうか 生徒さんと親御さんの地区での思い出が謎の力で締め付けられたものにならなければいいなと思います。規制がかかり、窮屈な学校と変わっていくでしょう。生徒や保護者から不満が出ないとも限りません。入学のニュースがやたら取り上げられていますが、それも長々と。あの母君は、こんなに注目されている優秀な我が子、と、また勘違いするでしょうね。 またはこの取り上げ方はそもそも合格決定がうさんくさいから、そしてついに入学しちやったを意味するのでしょうか。どちらにしても、女性皇族の入学とは違う、将来外交官だの政治家志望ではなく、天皇、個人的には反対気になる方だから、こんな規制等々になるわけです。だからこそ、このような選択をするべきではないと思う。突き詰めて学びたいことがあるのなら、 それこそ特権で知識人や博士から直接講義を受けることもできるではないですか。行く先々で特権の息を吐き散らし、この一家、一体何がしたいの迷惑なだけ。褒められたものじゃないです。今回、定型更進学制度を利用したのか、せずに一般入試で合格されたのかは最後までよくわからないままでしたが、いずれにせよ無事希望校にご入学されたとのこと、本当におめでとうございます。 私ごときで恐縮ではございますが中学最後の悪あがきで地元の進学校に何とか進学することができましたがその後どうやっても学力でかなわない人たちがいるということに劣等感を感じながらも私なりに努力し自分を客観的に理解し目標を立てて志望校の大学に進学することができました筑波大付属の学力レベルを偏差値で見る限り 長ががつつくほどの学力を誇る生徒さんたちばかりだろううととということは私ごききでも容易に想像がつき高校生活を通じて様々な体験や人脈を築かれることと思います。後悔がない学生生活を送っていただきたいと願うばかりです。進学校である以上は、成績はお立場関係なく重要なバロメーターになってきますので、これからに期待ですね。ネガティブな印象を拭うには、 作文コンクールの件を謝罪し、賞を返還する。昨日報道された、作文の訂正版を主催者に送ったという件、募集要項に応募後の訂正は受け付けませんとあるのだから、送った訂正版は取り下げる。自主、自立を重んじる高校に通われる15歳なのだから、このくらいの自主性ある行動はできるのではないかい同感ですね。 文学賞の募集要項には小学生でもわかるようにイラスト付きで漢字にも振り仮名をつけて丁寧に説明されています。応募の注意には他人の文章を勝手に使ってはいけません。使う場合は、で囲んだり、段落を落としたりして、自分の文章と他人の文章の区別がつくように工夫してください。また、どこから用いたかも必ず書いてください。応募した後の訂正は受け付けません。 最後に赤字で応募の決まりを守ってない作品は受け付けられませんと記載あります。ちゃんとした素晴らしい文学賞のようです。小学生も応募しますから、この決まりを読み応募した子供たちはどう思うでしょうかね。